総理がご到着されました。景気回復はこの道しかありません。安倍総理と共に一緒に歩いてください。それでは自由民主党総裁安倍晋三内閣総理大臣をご紹介いたします。皆様おはようございます。安倍晋三でございます。この雨の中駅前にたくさんの皆様他の避難民頑張ると、この気持ちで終わってまでをいただきましたと熱く御礼を申し上げます。2年前の総選挙、皆様のお力で他の避難民を国会に送っていただきました。じゃあ2年間、他のさんは本当に頑張ってきたと思います。誰よりも多くの国民があって、民主の3年を伝え、そして街角を歩き、あぜ道を歩き、皆さんの声を伺っていたと思います。それを政策に反映させていく、この景気回復、この景気回復についても加藤さん、まだまだアイデアも出してくれました。特に観光が得意分野、今日本は観光上位、民主党政権時代よりも500万人増えて800万人が1300万人になった。この分野においても彼は経験を生かして自分頑張ってくれたと思います。この地域のためにも汗を流している。どうか皆さん、この選挙区は厳しい選挙区なんです。どうか皆さんのお力を他の避難民に接種をしていただきましてお力を尽くすお願いを申し上げます。2年前の総選挙、安倍さん、この選挙を何とかしてくれよ、この声に抑えて私たち自民党公明党は前日与党に復帰をしました。次第三方面の政策、いわゆるアベノミクスを進めてまいりました。アベノミクスとは何か、それは企業の競争力や生産性を上げて収益力を改善していく、となれば雇用も増え、そして賃金が上がって、そして消費は拡大をし、電車この政治の好循環を回していくことによって、チームで続いた決定が成り立ちをして、経済を成長させ、社団の生活を豊かにしていく政策であります。簡単に言えば、雇用を増やす、そして所得を増やす政策が私たちのアベノミクスであります。2年間、雇用は改善しました。有効求人倍率は過去20年間で最高になっています。高校生、大学生、みんなの内定率も良くなっている。特に高校生の方、バレット定になってから 10% 内定率が良くなっているんです。なんとか高校生の方が不安な思いでお正月を迎えなくてもいいように、この佐藤さんや私たちの努力が実りつつあります。そして収入、知り合いのチャンスは1年に1回しかないんです。4月の知り合いです。この1回しかない、昨年の2月だったら、定年して4回、難しい、初めてそのチャンスは今年の4月です。私たちはこの4月、チャンスをつかんだんです。そして 2% 平均で賃金が上がった、これは15年ぶりのことであります。ボーナスも 7% 上がって、24年ぶりになります。間違いない。雇用も賃金も上がっている。でも、あなたはこんなこと言ったら、なかなか実感できないよという方がたくさんいらっしゃることも、自分に知っております。この4月、消費税を 100% 引き上げました。これは、この時点、社会保障、年金医療介護、次の世代に引き渡していくためであります。難病とか、子育て支援を引き返しやっていくためには必要なお金、でも 100% 引き上げます。2% 給料上がったんだけども、これには残念ながら追いついていっていない。そこで私たちは来年10月の引き上げを18回しか実施をしました。来年も引き上げている賃金を、そして再来年も賃金が上がって、そのまた翌年もしっかりと上げていく、この現実の購入者を前にいけば必ずこの現実の実感を皆さんのお手元にお届けすることができます。大学の経済対策で中小は少子高少女の皆さんも応援をしていきます。民約によって材料費が上がっている皆さん、
だって金融機関なかなか言うことを聞いてくれんじゃろ。聞いていますか。アンダーマウンドを見てもそうだ。しかししっかりと私たちは宣伝しています。10月6万件の企業が事業を閉じているんです。どうぞお貸しようという方が来られたら私たちのところに出ていただきたいと思います。さて私たちは何からこの選手を勝ちにして地域をもっともっと元気にしていきたいと考えています。地域と良さを生かしてこの和歌山市、和歌山県では素晴らしいものがたくさんあります。監視するにもそうです。いつも私は外国で老人に会ってきたら和歌山の未来も出してお伝えしています。海外に行くときも和歌山の監視するをはじめ同じものを海外に紹介をしている。また海外からもたくさんの人たちがこの和歌山に今観光でやってきている。あの子供のことを見つけ、そしてお店に入って会社が不況さんとかあるいは愛を食べたりして買って帰ったり食べたりして帰っています。こうやってどんどん海外からもお金が入っているようにしています。先ほど民安の話をしました。しかし皆さん、民主党が言うようにだからといってかつての演者が戻っていいんでしょうか。2年前、3年前を思い出していただきたいと思います。あなたに行き過ぎた演者がによってどうだったか。これは日本ではもう生産できない、どんどん海外に出ていったんです。工場が潰れていた、根っこから仕事がなくなっていたんです。例えば東島は4つの工場を閉めざるを得なかった。海外に出ていった。でも下請け会社は一緒に海外にはついていけない。工場を閉めざるを得ない、店を閉めざるを得ない、なくなる首切りを出ざるを得なかったんです。トータレンタルという言葉が日本中を思っています。私たちはその流れを止めない。今言った東島も4つの工場を閉めた東島も今度は3つやるんです。流れを工場を閉めることを決めた。ただその半分は日本で生産しようということを決めた。ということをお約束を申し上げます。何としても皆さん、私たちに力を
ました。皆様の温かいご声援に送られまして、安倍総理が次の遊説会場へと出発いたします。本日は安倍晋三と加藤博文、最終選候補加藤博文に並びまして、自民党景気回復に向けたこの道を皆様に直接お伝え申し上げました。